こんにちは。アラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです。今回はいつも動画を見ていただいている皆様へのお礼の動画になります。最近借金を返すためにひたすら暇なしで働いていたんですけれども、おかげで動画をアップできていなかったですけれども、いつも皆様に見ていただけたおかげで登録者が1000人を超えました。本当にありがとうございます。いつもコメントをくださる皆さんも本当にありがとうございます。できる限り全部返信させていただいています。動画を作るときにどんな動画だったら皆さんの役に立てたりするのかなとか、興味を持っていただけるのかなと思っていろいろ考えたりしながら動画をアップしてきました。私は借金返済中の身なので、同じような方の参考になればなと思いながら、あとは自分のこれからの戒めになるような動画を作ってきたんですね。いただけてるコメントの中からしかわからないんですけれども、同じ境遇の方やすでにね借金を返し終えた方だったり、そういう方からのコメントもあってすごく励みになりました。借金をしてないのにもかかわらず見ていただけている方も結構いらっしゃったので、それもすごく嬉しかったです。今後もリアルなアラフォー独身女の生活や借金とか返済にまつわるお話、お金の話をしていこうと思います。YouTube の収益は完全に全部返済に当てていきたいと思っておりますけれども、最初はね数千円くらいかと思うんですけれども、それでも本当いただけるだけ嬉しいですね。で、収益も可能な範囲で公開していければなと思います。私自身は残り250万円の借金を返済して、貯金も少しずつ増やして、まさかのね、一人かもしれない老後に備えていきたいわけですけれども、目先の夢としては、コーヒーを飲むときにスタバを選べる人になりたいです。別にね、スタバじゃなくてもいいときはいいんですけれども、スタバを飲みたいと思った時にトールサイズ以上のサイズを空気を吸うかのように選べるようになりたいですね。つまりは選べる選択肢のある人生を送りたいということですね。今後も借金返済と返済のための収入を増やす活動を頑張っていきたいと思います。最近ちょっと動画の期間が空いてしまいましたが、今週からまたアップしていきます。今回は皆様へのお礼の動画でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。